とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はダウンロードコンテンツなしのビルドを紹介していきたいと思います。今日はこれですね。武器が呪いの斧。で、勇者のアーマーに愛のスペル棒ですね。で、羽とドラとキノコです。羽ぴょんのビルドとなっておりまして、呪いの斧でガシガシ倒していきます。では、行きましょうか。ドラをね、愛のメダルでもいいんですけども、勇者のアーマーを使うのであれば、敵をね、倒したい。ということで、ドラをつけてきてます。これ勇者じゃなくて、別の防具だったらば、愛のメダルでいいと思います。愛のメダル強いもんね。でも勇者だったらば、リフレッシュとの相性がいいので、ぜひドラをね、つけてください。OK。で、できるだけ、旗は取っていきます。で、ダウンすればゲームオーバーなので、なかなか厳しいかもしんないけども、大丈夫っしょ。行きましょう。最初の洞窟。さあ、ここに何体いるかだよね。できれば、4体いてほしい。いや、4体いないな、これ。いや、いるか？まだ。まだチャンスある。で、行くわ、機械。行きます。とりあえず、なんだ？モブ HP が 130%。 おーいおいおい、なかなか渋いぞ。なかなか厳しいぞ。よし、 OK。 で、指に、バーストボーストリングがついてるんですよね。なので、敵の近くでピョンって羽を使うと弓が発動するのよ。で、弓を撃つので、それでよし、クールダウンが発生するのでアーティファクトを使いやすくなります。なんで、ぴょん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 しとけば、大体の敵にドラが入っていくので、とにかく、ぴょん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 しながら戦ってみてください。で、勇者をつけているので、常にポーションバリアを貼っていいです。まあ、常に貼れるのはちょっと難しいけどね。OK。いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、さっきのが脅威だったのね。で、今回は脅威で、横が何が来る？ OK、OK。うわー、結構強いぞ。結構効く。でも、脅威がここまで上がると、だいぶきついね。結構きついぞ。で、なんだ？プレイヤー HP が 40% 減少する。結構つらい。これはつらいぞ。まあ、あとこの後最後の一つが、敵の攻撃力が上がるとかね。だったら、これクリアできるかわかんない。今のところ多分大丈夫と思います。よし。あー、この火傷がね、嫌いなんだ。おい、やべ、もうすっげえ戦いに行く。やばいやばいやばい。やけどやめてくれよ。あぶね、やぶね。あ、で、勇者のエンチャントはこんな感じです。ポーションバリア、クールダウン、タンブルビーの、ヘルスシラジーですね。なんで、羽ぴょんと相性がいいようにしてます。ぴょんぴょんするごとに、蜂が出てきて、さらに HP がヘルスシナジーで回復していきます。はいはい。羽ぴょんはね、このタンブルビーとヘルスシナジーとの相性がいいので、ぜひ、つけてみてください。はい、よっしゃー。よっしゃ、いた！ちょっとここ、えぐいぞ。ちょっと待って。ジオバンサーえぐいって。うっとうしい。ジオバンサー、何このジオバンサーの数。ちょっとやばい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 、やばい、あっぶねえ。なんだこいつら。
と待って、ひどくねえか、この数さ。最後。え、なに？ナイトモード？もう最悪。最悪です。でもまあまあ。あ、やばいやばいやばい。あとはね、クリアするだけなんで、大丈夫でしょう。いや、できればあと1体ね。あと1体。取りたいところ。強制戦闘を終えて、残り1体がいるかな。よっしゃ、抜けたー。いくぞー。いや、ないなー。ないぞ、これ。よし。厳しい。でもそれでもクリアしていく。これいないかもね、最後の1体が。もしかすると。いや、厳しい。ちょっと待って、地図見せて。 OK。 あっぶねー。怖い怖い怖い。いる？いや、いないか、やっぱり。できれば墓を全部取ってからね、クリアしたいけど、ないならば仕方ないね。あっぶね。むちゃくちゃいるし。あ、いる。いや、違うか。これゴーレムがいるんだな。いや、でもね、こいつに構ってる暇はない。ナイトモードであいつと戦うのはちょっとよろしくないんだ。こっち側いる？あ、ちょっと待って、レッドストーンゴーレム来てる。やばい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 。やっべ。よし。ボス行きます。やばいやばいやばい。危ない危ない危ない。あっぶな。行くぞ。どこいるどこいる。あぶね。行くぞ。いや、ちょっと待って待って待って。あぶね。このね、再始動の時間によっては雑魚をね、先に倒したりとか、そういう風にしていった方がいいこともありますんで。よっしゃ、危ねえ危ねえ危ねえ。よっしゃ、行くぞ。よし、終わりー。では行きますか。あ、ちょっと待って、やばいやばい、矢がなくなった。あー、よかった、出たー。これ矢がなくなるともう一気に弱くなるからね。あと、変更エンチャントのあれにはめちゃくちゃ弱いです。なので変更には注意。うん、これ矢がなくなればめちゃくちゃ弱くなるので、そこは注意してください。やばい、拝殿の群れだ。危ねえ。ポーションバリアを出さないように。 OK。 やば、固まった。はい、ということでクリアですね。今日はこれだね。呪いの斧と勇者のアーマー、そしてショート棒系を使った羽ぴょん構成でした。アーティファクトは羽、ドラ、キノコ、ぜひこれで使ってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。